それでは制作してましたバスカーズの音源ですね。でフロントがちょっと柔らかめで、リアが少し固め、ごめんなさい、ミドルが少しタイトめ、まあ、リアが少しパワーを上げたっていう感じでやってます。ではまずフロントのクリーンからで、使ってるアンプはグレコの真空管と歪みは BB2 です。した感じになります。結構ボディの鳴りが良くて、弾いてて結構振動が上がってきます。ボディは結構軽い材だと思います、はい、でリアですね。ハムキャンセルにするとかなり抑えることができます。